はい、では4つ目ですね、フレックスタイム性の拡充ということで、フレックスタイム性、ちょっとフレックスタイム性をもしかしたらご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとまず先にフレックスタイム性というのはどんな制度なのかというのをちょっと、解説していきます。この図のまず上のところ、これは普通の勤務時間制度です。例えばですけど、8時に出社して休憩1時間、5時に退社、勤務終了というような働き方、まあ、これが一般的ですよね。で、フレックスタイム制のイメージとしては、フレキシブルタイムとコアタイムというのもありまして、フレキシブルタイムというのは、フレキシブルタイムを例えば6時から10時まで設定したとしたら、その時間だったらいつでも出社していいよというふうにやる。で、コアタイムというのは、必ずこの時間は会社に出社してくださいというような感じですね。で、ちょっと今、フレキシブルタイム、コアタイムが、あるのが普通っぽい言い方でしたんですけど、これ必ずしも設けなければならないものではありませんと。例えば全部フレキシブルタイムでもいいんですけど、まあ、実際事業を運営していく中で全部フレキシブルタイムだと、例えばですね、打ち合わせができないとかそんな感じになっちゃいますので、まあ、実際には、コアタイムを入れている会社さんが多いかと思います。でですね、でこのフレックスタイム制っていうのは、これが1日のスケジュールなんですけども、これを1ヶ月で、会社さんによりますけど、例えば160時間1ヶ月で働いてくださいという感じで、っていうのがフレックスタイム制です。で、この1ヶ月で160時間働いてくださいというのがですね、今回の法改正で、こういう選択肢も増えましたということで、フレックスタイム制の生産期間というのは、今1ヶ月で超えた分160時間働いてくださいねという中で、170時間働いたらその10時間残業代を払ってくださいという感じなんですけども、それが1ヶ月の生産期間です。でその生産期間を3ヶ月に拡充できるよということですね。この右の図で言うと、例えば1ヶ月目に170時間いっちゃったと、で3ヶ月目に150時間しか働かなかった場合に、この人は最初の1ヶ月分の10時間を3ヶ月目に持ってって欠勤扱いにはならないということで、給料が減らないという意味では、従業員の方もメリットがあるのかなと思います。で、まあ、ちょっと参考に、生産期間が、1ヶ月を超えるフレックスタイム制度をやる会社さんは、労使協定というのが、届け出が必要ですので、ここも注意をお願いします。